スタジアムガルは、スペインのバスク州ギプスコア県イルンにある、サッカー専用スタジアム。地元のサッカークラブ、レアル・ウニオン・クルブの、ホームスタジアムである。1902年、1915年に、ゲームに使用されていたと記述があるが、レアル・ウニオン所有のサッカー専用スタジアムとして、開場したのは1926年の9月26日。ピッチは、天然芝で、 公式祭と載の最新収容人数は5000人。ビダソア川の河市に位置し、フランス国境から約300メートルの位置にあり、国境を越えた先の安大への街と近い。1926年の会場時の様子、レアルウニオンの黄金期だった。1926年9月26日の会場時には、レアルウニオンと FC バルセロナの試合が行われた。この会場は、 建築会社、ペルフミアガルを経営する地元の資産家、サルバドール・エチェンディアガル氏によるピッチの寄贈のおかげである。コパデルレーンを2回制覇したクラブの黄金期に建てられた。1918年から1924年の間に2回コパデルレーンを制し、1922年には準優勝した。1927年には、 アレナスクルブでゲチ決勝で破り三度目の優勝を果たした。当時のガルはアスレティックビルバをセルタデビー後、スポルティングでホ本、レアルマドリード、FC バルセロナ、レアルソシエラ、RC ディエスパニョール、ラシンサンタンデール、アトレティコマドリード等といったアウェーチームをプリメーラディビションの舞台で迎えていた。1950年にはピッチの周囲に レース用トラックが作られたことがあり、ブエルター・エスパーニャ第6ステージのビルバ・オイルン間のゴール地点に使われれ、ジャンボベ、コッピ、フェデリコ・バーモンテス、ミゲル・ポブレットなどの同時代の最高のサイクリストたちもこのトラックを走った。1997から98シーズンにスタジアムガルのスタンドは一時解体され、ビダソア側のほとりの旧スタジアムと全く同じ場所に建てられた。 このスタジアムで、レアル・ウニオンはプリメラ、セグンダ、セグンダ B、テルセーラ時代のすべてのホームゲームを開催している。セグンダ B 所属時代の2008から09、コパデルレイのベスト16でレアル・マドリードと対戦し、ガルデの第一戦を3から2で戦勝、サンティアゴ・ベルナベウで1から1で引き分け4から3で下した。セグンダ B 所属クラブで、 レアルマドリード国王杯において H&A 形式で下したのはレアルユニオンが初めてであった。収容人数5000人のうち3000人分が座席化されたゾーンで、うち1700人はメインスタンド、1300人がバックスタンドである。ピッチサイズは165、他に人工芝のピッチも付近に保有している。リアルユニオンクラブ、スタジアムギャル。 リールーニャンクラブ2019年1月7日閲覧リアルーニオンクラブスタジアムギャルリールーニャンクラブ2019年1月7日閲覧ありがとうございます